神戸神官神明社は、三重県松阪市にある神社である。縁起式神明朝伊勢国伊鷹郡に載せる、伊比神社の論者で、アマテラス大臣を祀る地を求めて、各地を巡った、大和姫命が一時滞在した伊野高宮の地に、否定される元伊勢の伝承地でもある。旧社格は孫社。古く、神官社と称し、昭和27年の神社名細書によると、 伊比神社とも称していたのを、明治維新に際して、式内伊比神社が同時内のお城八幡に否定された、ため、神社取り調べ官により、神官神明社を正式名称とするように、定められたという。なお、勢い比理言によると、神官は、こう通るとも書いたようである。以下の四柱を主祭神とする。 明治39年11月10日に以下の見柱を合祀したが、それぞれの由緒は不明である。当地は、縁儀式巻4、伊勢太四神宮式神田城に、飯高郡2町道府古城に、飯高郡36個とある、飯高神戸の設定された地であったが、その起源として、郷大神宮儀式町に、水人天皇の時代、アマテラス大臣を報じた。 山と姫命が、当時に来たり、飯高の剣作りであった、おつかまめ地から神田と神戸を進まつられ、飯の高宮を、造営したことを記し、山と姫命よきでも、同様に、水仁天皇22年上に山と姫命が、飯の高宮で四年間大臣を報じた際に、飯高の剣作りの祖、おつかまめ地名から神田と神戸を進まつられたことを、記している。以来伊勢の神宮に、 共裁量を奉納してきたが、明治39年の神社名裁帳によれば、それら共裁量を収納するために神官を立て、神戸市を設置して、神戸内の政治を干渉させるとともに、新名社を放祭したのが起源であり、旧神戸の村民によって増体を重ねてきた社であるという。また、昭和27年の神社名裁書によれば、後は2年に、 北畑県体から公四国の新領が寄進され、これは江戸時代にも木違反によって踏襲されてきたが、明治維新で廃せられたという。なお、境内の池には、伊が生育し、江戸時代まではこれを取って、むしろを作り、毎年伊勢の神宮に奉納していたという。明治の初めに、神官神明者と会称、孫者に列した。情景、明細書に、旧章 伊比神社であったとの伝えを記すが、当神社を、式内伊比神社に否定したのは、出口の米行の、新名町交渉が、講師で、神社の東を流れる川が、縁起大見和偶式に見える、下と与川であるといい、といと、日が、音通りするからであるというのがその論拠である。一方、三金木清史家は、伊勢式内神社。 六において思案に過ぎないと断りながらも、下戸与川は、鎮座地の東ではなく、西北に隔たる柿き村の西を流れるあたご川の、ことで、異比に下戸井の関係、素壁に荒らすとこの論拠を知りけ、伊勢国の六軍に設けられた、神戸のそれぞれにおいて、政務を司る神官が設置され、その焦燥に、神官社と称して、伊勢神宮の神霊を放祭したが、 飯いの神官がすなわち東神社であるとし、祭神の中に、飯い県づくりの祖である、おつかまめ地名が見えることから、東神社が、飯い神戸の鎮守であり、四季社二列、して白日社、トイフなるへ氏と、同じく四季内社の、旧水戸神社に否定する一方、伊比神社は厳末坂神社に否定している。本殿は、神明づくり。その他拝殿や、社務所があり、境内社に、 明治維新から大東亜戦争までの戦没者を祀る、霊者がある。式内者、伊比神社の論者式内者、旧水戸神社の論者元伊勢、伊の野高宮の否定値。ありがとうございます。